お世話になります。ヒトリーでございます。第4世代ダイヤモンドパールといえば謎の場所が有名だと思いますが、他にもめちゃくちゃ有名なバグがありますよね。そう、それは道具増殖バグでございます。簡単に説明すると、メタモンに増やしたい道具を持たせ、ダブルバトルでそのメタモンの道具をもう一匹の味方の泥棒などの技で取ると、戦闘後も道具を持ったままになるというバグです。意外にも YouTube 上では道具増殖バグが丁寧に解説された動画は少ないので、後世のためにも今回は完全初見ではありますが、私一人が解説しつつやっていきたいと思います。なお一応バグ技なので、やる際は自己責任でお願いいたします。まず一番最初に用意するのは増やしたい道具です。さすがにゼロから道具を作り出すことはできないみたいで、今回私はですね、マスターボール、これですねを増やしていきたいと思います。次はメタモンを5匹用意します。これは後ほど詳しく説明しますが、バグのやり方はいろいろあり、5匹じゃなくても大丈夫です。メタモン入手はダイパだと意外と面倒で、まず前提として新王図鑑を完成させて、つまり全部のポケモンを見つけた上で全国図鑑にしなくてはなりません。そしてこのバッグのとこにある大切なものにあるこのポケトレというものを手に入れなくてはなりません。これですね。でメタモンの出現場所はこのミオシティからですね、こっちの右側に行きまして、それで218番道路でポケトレを使って出すことができます。なおこれ初めにゴールドスプレーを使っといた方がいいです。そうしないと野生ポケモン他のやつと会ってしまうことあるので、やっといて、それで草むらの中に入ってポケトレをやっときましょう。はい、でそれでここを踏みますと、でまあメタモンが出てこなかったら普通にまあ逃げるっていう感じですかね。またこれで50歩歩いて、50歩歩いたらポケトレ使っていきましょう。はい、これで踏んでいくと、はい、メタモン出ましたね。でこれメタモンどうするかって言いますと、まず見つけましたらポケモンを変えていきましょう。なるべく弱いポケモンを、出しますと。まあこれ本当は一番最初に捕まえられるビッパとか、ムックルとかそういうやつの方がいいと思います。私これがちょうどいたんでこいつ使いますけど、そうすると変身して弱いポケモンになりますので、弱いポケモンの方がもちろんゲットしやすいのでやるわけでございます。そしたらボールで私はこのリピートボール使っていこうかなと思います。もう一度捕まえてるので、まあこれはね何のボールでもいいと思います。好きなボールでそれでいきたいと思います。捕まるかな。はい、こんな感じでメタモンを捕まえていきますと。で連鎖もしますので、もし何匹も捕まえたかったらこうやって何回もね連鎖を利用して捕まえていくわけでございますと。 OK、 はい、5匹捕まえまして10分ぐらいでできましたね。次は泥棒、欲しがる、トリック、すり替えのどれかを覚えたポケモンを用意します。例えば泥棒だったらニューラ、スカンプ、欲しがるはエネコ、ナマケロ、トリックはユンゲラ、バリアード、ロトム、すり替えはスリーパー、ペルシアン、マッスグマなどです。で今回はバリアードを捕まえます。理由としては出現頻度が高くて野生の状態でトリックを覚えているからです。しかもトリックは味方にダメージがないのもいい点なのでおすすめです。渚シティからこっちの左側に行きまして、222番道路ですね、ここで捕まえることができまして、ここの下の草むらあるんですが、私1回やったところここで捕まえられなかったのでなかなか出てこなかったのでおすすめ。ミスったバカした。222番道路のここの草むらですね、ここで私は結構出てきましたんで、ここがおすすめです。一応はい、違うやつ出てきた。いきなり出てこない、出てこない、全然出てこない。こういう時に限って全然出てこないですね。出てきましたね、バリアード。こんな感じで出てきますので、今出てきにくかったですけど、とりあえず出てきますので捕まえていきましょう。うわ、身代わり疲れた。結構苦労しましたがなんとか捕まえました。ちなみにバリアードはダイヤモンドでしか出現しないので、パールの人なら出現しやすいニューラとかを手に入れて泥棒を技マシンで覚えさせるのがかなりやりやすいかと思います。次はそのタウンの南側にいる子供2人とダブルバトルをし、道具を増やしていきます。なお場所はダブルバトルができればそのタウンじゃなくても大丈夫です。まず手持ちは一番先頭にいるメタモンに持ち物で増やしたい道具を持たせます。今回の例で言ったらマスターボールですね、これを持たせておきますと。でもう1匹バトルに出すポケモンはトリックなどの技を覚えたポケモンにしましょう。それで他のメタモンについてはあとは順不動で適当に並べといて大丈夫です。で持ち物は何も持たせないようにしましょう。それでそのタウンからこっちの南側ですね、ここに子供ちゃんがいるので多分戦ってる人多いと思いますので、ここでねバトルサーチャーはここにありまして、これを使っていくんですが、このバトルサーチャーはこの双子ちゃんだけが見える場所で使った方がいいです。他のトレーナーもいたりするんですが、この双子ちゃんだけがいるところでそれでバトルサーチャーを使いましょう。そうすると反応してくれますので、もし反応しなかったらもう一度やった方がいいと思います。そしたらこいつと戦っていきますと。でこのバグは手順を間違えたりしたら道具消える可能性もあるらしいので、必ずねバトルの前にレポートを必ず書いておきましょう。その方が安全ですのでね、おすすめでございます。はい、じゃあ私自身も初見なんですがやっていきましょう。バトルスタート。はい、双子ちゃん、こんなやつと戦うの久しぶりだよ本当に。はい、どっちも9レベですね。ザコくんですね。はい、それでまず何やるかっつうと、メタモンで変身をしてそれで選択肢をこのバリアードにしておきますと。でバリアード側は何をすればいいかっていうと、ここで何やったっていいんですが、サイコキネシスで相手1体倒した方が順番をね早く回りやすいんでいいんじゃないかなと思います。これは適当にやっちゃって大丈夫です。で多分ね相手弱いんで死なないんで、そういう意味でもねこのソノータウンが一番いいんじゃないかなと思っておるわけでございます。はい、でここで倒しておくと。でメタモン変身していく。でバリアードに変身しましたと。次はメタモンの方でトリックを使いますと。でそれでこっちのバリアードの方を選択しておきます。それでバリアードの方は、本物のバリアードの方はメタモンに交換します。これ順番分かりやすいように次のね123番目のやつにしといた方がいいんじゃないかなと思いますんで、メタモンに変えていきますと。このメタモンが出てきて、はい、それでパチルスの電光石火、それは大丈夫。はい、でここでメタモンがトリックしますよね。そうすると変身してない方のメタモンに今道具がね渡ったことになるんですよね。ですので変化してない方のメタモンが今道具を持ってる状態になります。あとはこれを繰り返していくだけですね。もうこっちの変身してる方のメタモンはもう用済みですので、ここでポケモンでバリアードにまた戻りますと。こっちのメタモン、変身してない方のメタモンは変身でメタモンを選択すると。これはもう一回バリアードになるっていうことですね。でバリアード出します。そしたらメタモンで、はい、パチルス電光石火。そしたらメタモンでまたバリアードに変身していきますと。こっちの本物のバリアードの方はもう用済みですので、また次のね4番目のメタモンですねに変えていきますと。ここで、変えていくと。でそれで変身した後のメタモンの方は先ほどと同様にトリックを使っていきますと。何も持ってないメタモンが出てきまして、はい、電光石火やられてく。そしたらこっちのメタモン、変身した方のメタモンでトリックを渡していきますと。そうするとメタモンがまたねマスターボール持ってますので、またこれで同じ繰り返しですね。それで最後変身したメタモンでトリックをしてと。それで本物のバリアードに渡していくってことですね。こっちは適当になんかやっときますと。リサイクルでも何でもいいから適当にやっといて、まだ倒さないでおいて、はい、それで一応ここで、はい、メタモントリックで、はい、バリアードにマスターボールを手に入れたという感じになるわけでございますと。はい、でそしたらここで倒していきますと。倒し方は別に何でもいいですけど、普通に倒しちゃって大丈夫ですね。多分これでいいんじゃないかな。はい、サイコキネシスで、ぶち殺していく。はい、どうもありがとう。でここで55をもらっていく。経験値は別にいいんだけど、はい、ありがとう。じゃあ見ていきましょう。ちゃんと持っているか、戦闘後も持ってますねみんな。すごい。これははい、じゃあこれで預かる。はい、マスターボール預かった1個でしょ。で持ち物もう預かるでマスターボールもう1個。はい、持ち物預かるで、はい、もう1個預かれる。はい、またマスターボールで、これで持ち物預かるマスターボールで、ここも持ち物で預かるでマスターボール。バック見ていきますと、ここからはいマスターボール6個ということで、やっぱバグできてます。すげえ。私初めてなんでめちゃめちゃすげえ嬉しいっすね。普通に合法ですねこれは。すげえわこれは。なかなか活かしてますねダイパー。やっぱり謎の場所しかりぶっ壊れ世代だまさに。すげえわこれは。はい、でこれでもう一回やりたかったら、またですねバトルサーチャーを使ってですね、あれ100歩歩けば多分また使えると思いますので、適当に100歩歩いて、またさっきのね、この双子ちゃんが見えるとこだけで、バトルサーチャーを使ってやればまたこいつ戦ってくれると思いますので、それでさらに増やせるという寸法ですね。でこのやり方をご覧いただいて分かったかと思うんですが、メタモンを2匹でやったり、別のバグでメタモン自体にトリックを覚えさせてやったりと、もっと効率を良くすることもできます。今回は効率的には微妙ですが、最初に取り組みやすい方法としてねご紹介させていただきました。なお調べたとこによると、ダブルバトルは通信対戦やバトルタワーではダメなようなのでご注意ください。あとメタモンは瀕死にさせてしまったらダメなそうなので、こちらも注意しましょう。ということで皆さんほとんどがご存知だったかと思うんですが、ダイパーでは道具増殖ができてすごいいい話ですよね。今更できても実用性はほぼないんですけどね。